はい、こんにちは、ケンチくんです。今日はホリエモンの東京改造計画ということで、こちらの本についてお話をさせていただきます。表紙に書かれていることを読み上げさせていただきますと、東京都への緊急提言37個、生きるために立ち上がれ、コロナ時代の新しい首都の形というようなことが表紙に書かれた、本でございます。こちらの本、最近出版されたばかりで非常に注目されている本なんですけれども、こちらの本を読ませていただいて、特に重要と思われたことについて、今日はお話をさせていただきます。まずこの本の概略をご説明いたします。こちらはですね、皆さんもご存知、堀江さんがですね、堀江貴文さんが都知事選、今年の夏に行われる、都知事選を意識して2020年の5月に出版された本でございます。堀江さんがですね、出馬するのかしないのかとか、いろんな情報が飛び交っている中で、非常に注目度の高い本となっております。あと個人的にちょっと面白いなと思ったところですけれども、この本に著者の経歴が、こんな風に書かれていました。ロケットエンジン開発やアプリのプロ予防医療普及協会理事等の活動もされているそうでございます。自分も堀江さんには少なからざる興味を持っていたつもりなんですけれども、知らないことが書かれていて、ちょっと意外だなと思わされたところでございます。で、こちらの本には37項の提言が書かれているんですけれども、37項の提言すべてを、ちょっと説明するっていうのは、ちょっと時間がかかりすぎてしまうというか、それだったら、この本を手に取っていただいた方がいいのかなと思いまして、どういったようなことが書かれているのか、今日はですね、自分なりにまとめてお話をさせていただきます。まず0番目ですけれども、これは初めに、この本の本編に入る前に書かれていた部分なんで0番目とさせていただきました。これはですね、東京は政治家たちの私物じゃないということについてお話しいたします。続きまして1つ目、とにかくオンライン化を進める。どういったところでオンライン化を進めるべきと考えているのか、そういったようなお話をいたします。続きまして2つ目、電車と道路の渋滞をなくす、そのための対策をお話しいたします。続きまして3点目ですけれども、民営化とオンライン化で間を縮小すると、どういったところで、その間を縮小していくべきなのか、と著者が考えているのか、そういったような話をいたします。最後に4点目ですけれども、ちょっと自分のようなちょっと雑魚な人間が、著者に対してですね、どうこう言うっていうのもあれかと思うんですけれども、個人的にどう思ったのか、また自分はこれからこの本を読んでどうしようと思ったのか、そういったようなお話を本日はさせていただきます。まずはじめに0番目ですけれども、東京は政治家たちの私物じゃないと、非常に熱いメッセージがはじめに書かれています。今の政治家は自分が選挙に受かるっていう自分の目的しか考えていないということを著者は主張されています。こんな政治家に任せていたら、東京都民は大損をしてしまうと。そうではなくて、これからの未来をどうするかということを本当に考えて、提案をしていかなきゃいけないんだと、いうようなことを、非常に熱いメッセージが書かれています。またですね、現在小池百合子さんが東京都知事を務められています。その小池さんが立候補された時には、いろいろなものをゼロにするよということを公約にした。例えばですね、満員電車をゼロにするとか、希望の党で言えば花粉症をゼロにするとか、もうとにかくみんなが喜びそうなものをゼロにしますよっていうことを公約にして、それで、圧倒的に支持されて、当選したと。で、その結果がどうだったかというと、実現がゼロじゃないかと。公約のゼロじゃなくて、公約でいろんなことをゼロにしますよっていうような、公約が、その実現がゼロだ。それでいて、この小池さんはですね、平気な顔をしてると。なんだこれはって。このまんまだと、本当に東京は、残念な都市になっちゃうよと。どんどんもうなってるけど、これからどんどん残念な都市になっちゃうよと。では、これから東京がもう一回イケてる街になるためにどうしたらいいのかというような、本当に熱いメッセージに溢れた、本となっております。はい、続きまして1つ目ですけれども、とにかくオンライン化を進める、ですけれども、まずですね、ネット投票しようと、いうことを著者は主張されています。今年ですね、2020年、コロナウイルスが蔓延した影響によって、皆様、家庭的な生活のとこ面から、仕事的な面から、様々なところで、多大なる影響を受けているかと思いますけれども、著者はですね、みんな、このコロナウイルスを過度に恐れすぎているというふうに主張されているわけですね。例えばですね、ビーチだとか、海岸だとか、そういったところまで封鎖するなんてことをやってるけど、そんなことは全然科学的根拠もないと。だけれども、みんなそんな風に恐れているんなら、密ですとか言うんだったら、その投票所
ぐらい危ないとこってないじゃないかというようなことを著者は主張されているわけですね。みんなが集まって、それで誰が触ったかもわからない、投票用紙を、まあ、投函してですね、それで、その開票作業でも誰が触ったのか、わからない。どんな菌がついているのかもわからない。そんなものを開票してやるなんて、もう不衛生極まりないと。だから、今できなければ永久にネット投票なんてできないと。今こそネット投票しようというふうに著者は主張されているわけでございます。と言ってもですね、まあこれ、今もうすでに政治をやられている方はですね、都合が悪いから、まあいろいろとできない言い訳をするだろうけれども、もうとにかく今やらなければ永久にできない、ネット投票でしようというようなところでございます。続きまして、授業もオンライン化しようというふうに著者は主張されています。そうすることによって、できる生徒はもうどんどん動画を見て先に進めるようにする。またですね、動画であれば再生速度を調整することもできます。例えば、ま、1.5 倍速とか2倍速で聞けば、ま、授業の時間を大きく、短縮することができる、わけですね。それによって、もうどんどんできる生徒は先に行くことができる。自分の好きな能力を、得意な能力を伸ばすことができる。というふうに著者は主張されています。また一方で、できない生徒は先生がサポートをすればいいというふうなことを主張されているわけですね。もうとにかく今の教育システムは、できる子にとってはですね、もうできない人に時間を引っ張られて、ちょっと時間を浪費するようになってしまっていて、それとですね、もう全然できない生徒については、それでも全然ついていけない、そういった生徒にとって、ではもう無駄な時間みたいになってしまっていると、そうではなくて、できる生徒はどんどん先に行って、できない生徒は先生が、サポートをして、もうちょっと底上げをしていくっていうような、もう二つの体制でですね、やっていくっていうのがいいんではないかと主張されていた部分でございます。続きまして2つ目、電車と道路の渋滞をなくすですけれども、著者は、こんな風に主張されています。電車も道路も混雑している時には価格を高くすればいいんだと。そうすることによって、高い料金を払いたくない、人が、まあその時間帯に利用しなくなる。そうすることによって渋滞は緩和されるというふうに著者は主張されているところでございます。まあこれはですね、まあシンプルに、経済合理的な、方法だなと、個人的には思ったところでございます。価格が上がれば需要は下がるというような、まあ非常にシンプルな、まあ経済学的な考え方だと思うんですけれども、こういったようなシンプルで合理的な考え方が今適用できないっていうところが問題だというふうに著者は主張されているわけですね。こういったことをすると、金持ち優遇だとか、そんなの金持ちしか、その、高速を使えちゃダメなのかみたいなことを言う人がいるということですね。だけれども、今東京っていうのは、そういったような悪い平等主義に止まりすぎてしまっていると、いうことを著者は主張されているわけですね。平等に配慮をしすぎるあまりにですね、全体の幸福を毀損してしまっていると、これをまあ著者は悪平等主義と呼んでいるんですけれども、そういったものに染まってしまっていると、主張されているわけでございます。そうではなくて、もうとにかく全体を良くするためにどうするべきなのか、これから東京をイケてる街にするためにどうするべきなのか、そういったところにフォーカスしていこうというような著者のメッセージを感じるところでございます。続きまして3つ目ですけれども、民営化とオンライン化で官を縮小しようということを著者は主張されています。まず具体的に主張されているところとしましては、都営地下鉄は都営である必要がないというふうに著者は主張されています。もう地下鉄なんか民間でできるんだから、民間でできることはどんどん民間でやっていこうと、民業を圧迫をするのはやめようということを著者は主張されているわけですね。でまあ具体的に言えばですね、東京メトロ、まあ私企業としてありますけれども、ともう都営地下鉄は合併してしまって、まあ民営化していこうというようなところでございます。続きまして、都の職員の9割をテレワーク化しようということを著者は主張されています。そうすることによって、都庁もあんなにまあ大きなスペースは必要なくなると。だからその空きスペースは民間に貸し出すか、もしくは都庁ごと売却してしまおうと。いうことを著者は主張されているわけでございます。あとですね、この37項のうちにはもう東京都をもうほぼすべて、この、何ですかね、民営化してしまおうというような主張もありましたけれども、もうとにかく、民間でできることは民間でやっていこうというような、著者は主張されているところでございます。はい、最後に4つ目ですけれども、この本を読んで自分がどう思ったのか、それと自分がこれからどうしようと思ったのか、そういったようなお話をさせていただきます。この本を読んで一番、まあ感じたところはですね、この堀江さんが本気で東京を憂えていて心配していて、本気でまだ東京は行ける
っていう風に期待してるなと、個人的に思わされたところでございます。そんなもう本当に熱いメッセージにですね、個人的にはまあ心が動かされた、ところでございます。またこういったようなメッセージはですね、最近堀江さんではなくて、まあ少なくない方が視聴されていることなのかなということも、思ったところでございます。例えば今年になってですね、あたかかずとさんが新日本という本を出版されたりですね、落合陽一さんが数年前に日本最高戦略なんて本を出版されたということもございました。こういったような、まあ頭のいい人たちはですね、このままだと本当に日本はやばい、東京はやばいっていうような問題意識を持ってて、だからどうしなきゃいけないっていうようなもう考えを持っている。だけれども、多くの方はそういったような問題意識を持っていないってことが、まあ最大の問題だなと思わされた、ところでも、ございます。多くの人はですね、もう今豊かな生活ができてるし、そんな変わる必要なんてないでしょうと、これ以上経済成長してもどうするのみたいなちょっと意識を持ってる方が多いと思うんですけれども、まあ自分もですね、この本を読んで、もうちょっとそういったような心配だとか、これからまだいけるよっていう考え、こういった人たちのちょっと考えには、ちょっと全然レベルが違うところにいるなというふうなことを反省させられたところでございます。もう自分はですね、どこか客観的な評論家的な立場で、もう日本ってもう全然いけてないよね、周回遅れみたいになっちゃってるよねみたいな、ちょっと何ですか、ネガティブな気持ちでいたんですけれども、そんな風に賢者みたいな視点で諦めるんではなくて、では自分が今何できるのか、自分そういったようなちょっとポジティブな気持ちで、もうとにかく自分にできることをやっていこうというような、気持ちを持っていかなきゃいけないなと、諦めるのは早いなというようなことを思わされたところでございます。それとですね、ちょっとまあうーんと思ったところもまあ多々ございました。それはですね、ちょっとまあ主張されてることの根拠がちょっと薄弱すぎるなということをもう思わされたところはもうたくさんありました。この堀江さんはですね、コロナウイルス対策についてはもうこの一般的な人がやっている対策、メディアとかで言われていることがですね、全然ロジカルじゃないと、論理的じゃないというようなことをまあよく言ってますけれども、この著者の37個の提言の中でもうロジカルさを書いているものっていうのはまあたくさんあったわけですね。またこの根拠がこうすればこうなると思うみたいな、それ以上のまあ根拠が、ついていないものもあったりしたわけですね。なんです。まあそういったことでまあ多くの人の支持を集めるっていうのはちょっと個人的には難しいのかなと、思わされたところでございます。だからまあ個人的な感想としては、本気でこの本でマニフェスト的なことを掲げて、堀江さんが、この都知事選に出て本気で当選したいと思っているっていうような気持ちはちょっと感じられないなと、思ったところでございます。まあ自分のような人間が言うのもあれなんですけれども、まあお持ち堀江さんが出馬をして、当選するためにはこの本の初めにで書かれていたような、もうちょっとイメージ戦略で言った方がいいのかなと思ったところでございます。もう今までの政治は自分のことしか考えていない、政治屋に任せていちゃダメなんだ、俺が東京を変えるみたいな、そういったようなイメージ戦略で言った方が、まあ分かりやすくていいのかなと、ちょっとまあ自分のような弱輩者が提案するのもあれなんですけれども、個人的には思ったところでございます。ですけれども、とにかくこれからの日本をどうするのか、東京をどうするのか、そういったようなアイデアにあふれているんで、まあ非常に参考になった本でございます。で最後に、自分がこの本を読んでどうしようと思ったのかということですけれども、これはですね、とにかくまあ自分はですね、まあ東京だとか日本だとか、そういったようなちょっと大きな問題を取り込むにはですね、ちょっとまあ存在が小さすぎる、ちっぽけすぎる、だけれどもとにかく自分にできることをやっていこう、自分の生産性を高めて、それでまあ自分が生産性を高めることによって少しまあ社会の生産性も上がるわけですね。また自分が、生産性が上がれば周りの人も、この人の真似をしようとか、そういったような人も出てくる、と思うんですね。なんで少なくとも、自分にできる、ことに集中していこう、というようなこと、まあ非常に当たり前なことなんですけれども、そういったことを改めて感じさせられたところでございます。はい、今日のお話をまとめを最後にさせていただきます。まず0番目ですけれども、東京は政治家たちの私物じゃないと、政治家はですね、自分が当選することしか考えていないと、そんな人に任せていたら東京都民はこれから大損しちゃうよというようなお話をいたしました。続きまして1つ目ですけれども、とにかくオンライン化を進めると、まずこの著者が具体的に主張されているところとしましては、ネット投票ですとか、授業のオンライン化を進めていこうというようなお話をいたしました。続きまして2つ目ですけれども、電車と道路の渋滞をなくす、そのために混雑している時の料金を高くする、という方法が有効ですよというようなお話をいたしました。続きまして3つ目ですけれども、民営化とオンライン化で間を縮小する、具体的には、都営地下鉄を民営化しようと、また
都の職員をですね、テレワーク化する。そうすることによって、都庁のスペースが空く、それを民間に貸し出すだとか、売却してしまおう。とにかく民間でできることは民間でやっていこうというようなお話をいたしました。続きまして、最後に4点目ですけれども、まあ、この本の総評ですね。この本は、まあ、未来への、まあ、アイデアにあふれた、まあ、参考になる本ですよということと、個人的にはちょっと、まあ、根拠が薄弱すぎるんではないかなと、思いましたというようなお話をいたしました。それとですね、この堀江さんですとか、あたかかずとさん、落合陽一さんなんかが本気で心配をして、本気で、まあ、これからこうすれば、まだ、東京は行ける、日本は行けるというような期待をしているような気持ちを自分も持って、それで自分にできることに集中して、もう、生きていかなければいけないなと思わされたところでございます。はい、今日の動画は、以上でございます。こちらの本ですね、非常にまあ参考になる本なんで、気になる方がいらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼っておきますんで、チェックをされてみてはいかがでしょうか。また自分はですね、こんな風に自分が読んだ本の中で、皆さんにお伝えしたい、そう思った本について、ご紹介する動画を投稿してますんで、気になる方はですね、チャンネル登録してもらえたらとても嬉しいです。本日の動画は以上でございます。ご清聴くださいまして、ありがとうございました。